魅力というか、うん、味とかもそうだと思うんですけど、まあ、それ以外でも何かあるんですか？そうですね、蓼科牛、まあ、本当この蓼科町っていう場所、環境がすごくやっぱり水が綺麗で、そういう自然もすごい綺麗、豊か で日照時間も多くて雨が少ないっていう、この風土がかなり牛の飼育には適しているのかなと思いますし、やっぱそういうところで育った牛なので、うん、やっぱり、まあ、やっぱ味の部分とかでも結構いいですし、あとは伊勢神宮、三重県の伊勢神宮っていう場所で、有名な松阪牛と飛騨牛、飛騨牛っていうのが奉納されてたんですけど、それに続いて3番目で、蓼科牛も今奉納されてるっていう、だから結構名前としてはそうですね、今力を入れてブランディングもやってるところだと思います。